こんにちは。こんにちは。ゆうまるくんカヤックフィッシングへの道始まります。まずカヤックを積むのにですね、車の上にまずカートップという形で車の上に積むわけですけれども、キャリアが必要なんで、まずそこからですね、車のキャリアをまず作らないといけませんということで注文したいと思います。よいしょ。ということで届きましたというか買ってきました、このエブリ用のですね専用キャリア、このバーとベースですねを買ってきたんで、これから取り付けたいと思います。そう、開封していきたいと思いますね。鍵がついてますね。あ、これのね、盗難防止かな。前後ろあるんかな。前後ろはどうなんだろう。あるんじゃない。あの、取説民派だからな。で失敗するパターン、うん、何回もある、うん、あるあるやね。ちゃんと見よ、取説。私ね、全然分からんわ。いや、読もうや、取説。とりあえず取説読もうや。鍵だね。いや、取説じゃろ。やっと見る気になった、やっと見る気になった。取り返しのつかんことになったら困るけど。読めるん。日本語だけ難しいな。な、日本語だから。まだな。うわ、めんどくせ。もうつけていこうか、一個ずつ。な。まあ、簡単ですね。こんなもん取説なんか必要ね。まあね、だって必要ないっていうか、読んだって理解できるんだけど、まあある意味必要ないね。できましたね。はい、どうですか、完成。はい、こんな感じです。エブリワゴンに取り付けた状態。それからこういう感じです。まあ、あとはちょっと正確な場所はですね、あとでちょっと微妙な調整をして前後のね、やっていきたいと思います。これでとりあえずカヤックは乗せれるようになりました。第1段階終了でございます。また一つお邪魔しちゃいましょう。映ってるよ。おー、はいはい、ほんまに。で、今回もこっちに行かれすぎませんけど、本当に来たんだけど、もう一回すげえ言って、ちょっと一緒に改装してもらいます。あれ、なんかもう腹立ったんだな、帰ってそこを作ったの。あの時すぐ引っ込めたからね、来たっけ。いいのやってるよ、みたいな。あ、いや、そうだったけど、もうどれだね、僕ら事件や。あ、そうだよ。みんなでも俺あんまり使ってね。なんで？そんなことだ、カローに。言ってきた。たまちょいと。たまなんかハブコロじゃねえけど。え？イメージがな。イメージがこれヘボじゃん。そうなの。もう大体一通りのもう上げとんか。ちょっと待って、もうちょっと開かないで六万六。俺すったてぃだね、夢くんがバカ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 。シミュレーション。ちょっと色々不思議な骨が。あ、アンコン、つるし切りにする。なるほど、つるした結果、あ、お前つるした。つるさっきアンコン乗ったら、
あ、もう見えてねえじゃん。ここに見えるな。違うね、もういいよ。これ全部スマホには消えてた。そちらがお邪魔しますよ。そうなんすねとか言いながら、糖度できましたよ。できました。そう、コテッちゃんさっきもう全部やってもらったコテッちゃんに。そう、これを通して楽しいトークをしながら、そう、アホみたいな会話回してからもう、そう、これを通してここに引っ掛けてからの上げたらスッと入っちゃうみたいな。そんな俺の船じゃけど。すげえこれ。誰が考えたんでしたっけ。誰、ロッケさん。あれだもん、ロッケさんよ。これすげえ案よな。でもほんまにこんな感じでね、もう一人でもロッケさんが仕入れてきて、けむりくんがアレンジして、なるほど、誰が作るって。なるほどね、もうみんなの共同作業になっとるな。これ切っとるからもうこのまま持っていける。なるほどなるほど、これが長かったらこれが作る、変えるよね。はい、車数ステッカーある。うわー、じゃあもうええかな。いやいや、もうね、いや気持ち悪いわそんな。もう、ね、兄が言うとき12月とかでな、そっから名前知らんまんま。これもアイも取れる、ほんまに。で、もしどっかにアイエスつけて買ったら、外して、で、レジしたから水入らんけ。あー、はい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 。そうそうそう、あ、これでここのビスを合わせて、線とかで通すんだったら、うん、通して。